法案の一本化ということ自体がね、私どもにとってみるとそれはちょっと違うんじゃないのかなっていうところがもうスタートのところなんですね。高度プロフェッショナル制度あるいは裁量労働制の拡大、これは必要はないと思ってると。罰則付きで上限規制を設ける、これをまずやらなきゃいけないっていうことだと思いますよね。これ見てるとね、このメガネは外さないといけないんですから、もう出たとこ勝負。グローバル化に対応する改正というふうに考えております。どれか一つではですね、この改正はやっぱり意味がないわけですね。働き方の自由化と働き方の規制と、これが相まってですね、労働価値を高め競争力を拡大しようと、ある面では日本人のですね、働き方というか勤労感の改革をしていかなきゃいけないんじゃないかと。ほっとくとですよ、もう働きすぎちゃうっていうのが日本人なんですよ。アメリカでホワイトカラーエグゼンプションが当たり前だからといって、その制度をね、日本にねポツンとこう入れて、じゃあいいかっていうと、まさにですから過労死過労自殺ですよ。大事なことは本人のですね、署名による同意が必要である。年収と職務が合致したらいいんだというだけではなくて、そのようなですね、この保護制度というものが裏についている。今回こういう制度が出てきたことによって、効率性に目を向けましょうっていうのがとても大事な観点だと思うんですね。効率的に最初からみんながいい仕事をバンバンできるかっていうと、それができないので、できるようになるために時間をかけてやってるっていうのは多くあると思うんですね。時間をたっぷりかけた人じゃないと効率的にできるようにならないということは自覚しなきゃいけないかなというふうに思ってます。働くということがそんなに苦痛ですかっていうことだとは思うんですよ。もっともっとポジティブに捉えるべきだとも思うし、そういう機会が得られてないことの方をもう少し見直さなきゃいけないんだと思うんですね。営業職がですね、労働基準法の改正で、裁量労働制の対象になるというのは、私個人にとっては非常に前向きに受け止めております。どうは自分がバリューを提供し続けられるかということを日々考えてい、くことが非常に大事で、ここは働きなさいではなくて、それも含めて自分のコントロールで人生設計をしていくべきなんじゃないかなと。制度自体はおそらく利用してみたいなという社員はいるものの、いまだにやっぱりこう社員に対してこうゼネラリストとして育て上げる文化というのがまだ根強く残っている可能性が高いと、選んでしまったがゆえに今後の自分の社内における評価であったり昇進していくペースが遅れるのではないか、いわゆる正しい評価個人の従業員の方に対して提示できない限りは、やっぱりなかなか勇気を出してすぐその制度に乗っかって使用してみようという方はやっぱりそんなに多くならないんじゃないかな。多くの方が、対象になっていますし、裁量労働制で働いて います。評価が難しいし、その運用もやはり非常に難しい制度だと思います。確かにですね、分かりにくいということで、政府としてはこういうものは該当しますよ、こういうものは該当しませんよという法律に基づく指針を決めようと。通常のですね、ルートセールスだとか飛び込み営業だとかですね、新人でもやれるようなね、ものまで広がるんじゃないか。
という心配は今のところないんじゃないかというふうに思いますね。まずベースのところの裁量労働制が本当に機能してるんだろうかということに光を当てることが必要だと思いますよ。裁量労働制の対象になってるにもかかわらず、何度お前9時になってるのに会社に来てないのはと真顔でそういう指摘を受けるようなケースがあるっていうふうに聞くんですね。そしたらその人って裁量権持ってないじゃないかと、拡大解釈はされる恐れのある表現でね、それがまた広げられるということについては我々はこれは非常に危険だと思ってますね。政府の強い意思でですね、改正が行われておりますので、労使の伝統的なやり方でありますと時間がかかりますので、現在はまあそのような時間はないと。導入撤回について撤回できるとお考えなのかどうか教えてください。ですからいやどうすれば撤回させられるのかということは極めてハードル高いというふうには思っています。